吉祥寺の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらケロッグのオールブランドナッツミックスを食べたいと思います。この中にナッツがたっぷり入っているという話で、もちろんシリアルも入ってるんです。ブランは今までリッチとかチョコレートとかいろいろ食べてきましたけど、これはまた違った美味しさがありそうですね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、アーモンドとかそういうのが所々に見えますね。これはいろいろ体に良さそうです。それではいただきます。やっぱり変わらないザクザクですね。あ、これ今までの2種類が両方とも入ってるんですね。で、そこにナッツが入ってさらに変化する、そんな感じになっていますね。なので食感を楽しみたい方、香ばしさを楽しみたい方向けのブランナッツですね。いや、シリアルですねと言った方が良かったか今の。まあこれでケロッグはしばらくお別れ。少なくともシリアルはラストなんですよね、これ。フレークタイプ、スティックタイプ、2種類のブラン、そしてナッツのザクザク食感がたっぷり楽しめて美味しかったです。ここにヨーグルトとゴールデンコンビと書かれてた、その名の通りヨーグルトを入れるとその甘さとうまく混ざってより美味しくいただくことができましたね。ブランだけだとただ香ばしいだけなので、ヨーグルトは入れた方がいいと思います。ヨーグルトの相性バッチリで体にも良さそうで、とっても美味しかったので、これはこちらの点数とさせていただきます。はい、それでは腸ばかりロックンロールするのかな、一体どんな腸なんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。